サフリスを飲むときに、リーキーガット症候群になっている人におすすめするっていうときに、大きな利点があります。リーキーガット症候群というのは、腸の表面のひだの部分ですね。これを拡大すると、こういうふうに、タンパク質が壊れてしまって、例えば、消化しきれてない未消化の物質ですね。特に未消化のタンパクが入り込むことによって、激しいアレルギーを起こすんですけど、この粘膜の傷を治すときに、当然、傷を治す成分として、ポルフィリンは役に立つんですね。もともと体っていうのは、ポルフィリンは赤血球としても活躍するんですけど、用がなくなった赤血球は、胆汁成分に変化し、で、そのビルルビンなんかが、今度はこの傷を治す、みたいなかさぶたができて傷が治る、そのかさぶたの役目をするのが、もともとポルフィリン管の役割なんですね。その代わり、クマドサを腸まで届けてあげるためには、一回に飲む量が最低20ミリ、それを空腹時に飲む、それも1日3回ぐらい飲むっていう、それぐらいの必要があります。